皆様こんにちは。アンサンブルフォルテッシモの代表をしてます伊藤勝と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はピアニストでして、もう40何年間いろんな全国自分のリサイタル活動、もしくは主要のオーケストラとの共演、あとは審査とか、それから大学で教えてます。まず演奏素晴らしい。もうこの今の時代、今の時としては一番最高と言えるような演奏レベルの方たちをいつでもお連れして演奏させていただいています。だからとても音自体が素晴らしいので、やはり生の音、しかも一番小さい小学生の子とかね、そういう方たちはまだ耳ができてないので、そういう時にまず一番素晴らしい音を聞いていただくと、とても心に残って、この先にまず心が栄養、しっかりと栄養が取れるのと、それから先に何か音楽を、こんな素晴らしい音楽だったらまた自分も目指してみようかなとか、いろんな楽器をしようかなとか、そういうことのきっかけにもなると思いますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。内容といたしましては、曲目ですけども、とても皆なじみの深いクラシックの曲ももちろんあります。そして童謡とかね、唱歌とか、そういう曲を少しアレンジして曲集がありますので、そういうものも入れて皆さんと一緒に歌う機会もあります。そして子どもたちが一番好きなアニメソングね、
あとはミュージカルとかね、サウンドオブミュージック、エーデルワイスとかね、それからドレミの歌とかね、そういう曲もやっています。ということで、いろんなあらゆる楽器が楽しめる。しかも、今関西で言えばもうこれ以上望めないという、もう最高水準の演奏を提供できると思いますので、皆さんぜひ呼んでいただきまして、一緒に楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。